政治について調べるほど国民主党でよくねってあるんですが、なんでみんな野党をためて人目でしまうんですか。知名度がないくらいしか欠点見当たらないんですか。と、まあ、国民主党に関しては僕は、偏差値60以上の人しか理解できないっていう言い方をしてるんですけど、言ってることが難しすぎて、偏差値49以下の人は何言ってるかわからない。じゃあ、国債は出せないと言ってるけども、教育国債だったら出すことができるから、教育レベルを上げるのは可能だよねとかなるんですけど、そもそも国債って何？っていう人が、多分ね、人口のね、4割ぐらいいると思うんですよね。なので、そもそも国債って何かわからない人に、建設国債以外の赤字国債を出してはいけない。実はでも教育国債を過去出したことがあるんですよ。そうなのかみたいなのって、これの面白さわかるやつって、ほんと少ないんですよ。でも、あ、玉木さんやっぱ財務省だから勉強してて面白いな、みたいになるのは本当にごく一部の人で、そこだけを集めて政治家を増やそうとしても、それは増えないよねって。あ、今玉木さんと石丸さん対談中なんだ。あらあら、かぶっちゃった。ごめんなさい。なので、玉木さんを褒めてたというのだけ、ちょっとコメント欄で伝えておいてください。その国民民主党に関しては、僕、党名を変えろっていうのを結構言ってるんですけど、世の中の人って、国民民主党と立憲民主党の違いが分かってる人って、多分、4割ぐらいしかいないと思うんですよね。もともと民主党だったから、どうせ同じでしょっていう。そこら辺のね、一般の人の理解の仕方っていうのは、やっぱり、分かってない方多いのかな。悪夢の民主党の3年間って言われると、国民民主党もそれの人たちだよねと思ってしまうんですよ、やっぱり。なので、あまり僕は国民民主党という名前を引っ張り続けるの良くないと思うんですよね。頭の悪い人の考え方が理解できないので、会議をしたとしても、いやいや、国民民主党と立憲民主党の区別つかないやつなんていないでしょ、みたいなことが、多分、彼らの会議室の中では、それで合意されちゃうんですよ。でも世の中って別にそんなに興味ないから、ごっちゃにしてる人多いですよっていうのは多分ずっと伝わらないんじゃないかなと思ってます。